はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビッシュです。今回ですね、プレイしていくのはトータルウォー将軍2の歴史上の合戦でまたがよと言われてしまうかもしれないんですが、関ヶ原の戦いをプレイしていきたいと思います。関ヶ原の戦い、ここまでもう何度もねプレイはしているんですけども、未だ西軍石田三成が東軍徳川家康を倒せないというのをですね、繰り返しお届けするという、不甲斐ない結果に終わっていたんですが、今回ですね、視聴者の方からある策を授けられまして、その策をもってですね、今度こそ家康打つべしということでやっていきたいと思います。で、作戦の方はですね、実際の布陣図を見ながら説明を詳しくしていきたいと思うんですが、簡単に言うとですね、石田三成の本陣を島津と、合体させてしまうと。で、家康の本体が西軍の本体と衝突してる間、手薄になった家康の本陣を突くという作戦なんですね。それではその作戦の様子をですね、解説しながら始めていきたいと思います。早速始めていきましょう。はい、というわけで早速ですね、布陣図を見ながら作戦の概要を説明していきたいと思います。まずですね、ご覧いただいているのが、三成側の本陣の正面という、後ろから見たところですね。こちらが三成。旗本衆に守られてます。で、その周りをですね、弓足軽、槍足軽が守るというのが三成の本陣。で、三成の本陣の先に騎馬隊、そして弓足軽が1体と。史実では石田三成の本陣の前には島左近が布陣していたというふうに言われてますんで、さしずめこの騎馬隊が、島左近部隊だというふうにね、見ていただいてもいいのかもしれません。で、三成の本陣のですね、東側。ここに、島津の騎馬隊が控えています。で、さらにその東側にですね、ここ、旗がね、いくつか見えてると思うんですが、ここに、西軍の主力部隊が集結しているという状況になっています。で、こちらがですね、白い旗が立っているのが松尾山になるんですが、この松尾山の斜面に沿って布陣しているのが、小早川秀秋勢になりますね。小早川勢です。薙刀侍に、あとはですね、刀侍と、精鋭部隊が揃っている感じですね。で、小早川勢の抑えとして、ここに、刀侍が2体布陣しているというのが、西軍の布陣になっています。で、作戦の説明の前にね、家康側の布陣図もちょっと軽く見ておきましょう。刀侍と鉄砲侍がね、前衛を指揮しています。で、今見ていただいたのがですね、いわゆる西軍の主力部隊とぶつかる、東軍家康側の主力部隊になってます。で、こちらにいる部隊が、刀侍、槍足軽、刀侍。この辺りがですね、三成側の本陣に攻め入ってくる部隊になっています。で、今回の作戦はですね、先ほど見ていただいたと思うんですが、三成側の本陣、実は足軽しかいなくてですね、かなり脆弱な部分があるので、この本陣をそのまま島津の布陣しているところへと移動します。これで島津と混成部隊を作ってですね、家康の先鋒部隊を退けるというのがまず一つ目の作戦です。で、二つ目の作戦がですね、西軍の主力部隊と東軍の主力部隊が戦っているときに、実は家康の本陣の守りが薄くなる瞬間がありますので、その瞬間を狙って騎馬隊を家康の本陣に向けて突撃させるという作戦です。で、さらに小早川勢が裏切って、西軍主力部隊に攻め寄せてきますので、その渡海ポイント、今画面の中央に見えている2つの渡海ポイントがあると思うんですが、この2つの渡海ポイントをあらかじめですね、塞いでおくということをして、小早川勢が攻め入ってくるのを少しでも遅らせるというのをやっていきたいと思います。それでは早速、戦の方を始めていきましょう。
まず最初にですね、やらなくてはいけないのが、先ほど説明した、三成の本陣ですね。これを移します。これを、島津の後ろに布陣させましょう。で、ここにいる弓足軽を、島津の側面、ここまで移動します。で、さらに、この二つの騎馬隊は、家康への突撃部隊になりますので、少し寄らせておきたいと思います。で、さらにですね、敵の先鋒部隊、騎馬隊が早駆けしてきますので、その早駆けを退けるためにですね、槍足軽の部隊をここまで移動します。騎馬武者は一説によると槍に弱かったというふうに言われています。まあ、このゲームでね、そこまで、反映されているわけではどうもなさそうなんですけども、騎馬武者はまあ刀とかね、まあ、槍とかで戦ってくると思うんですけど、いわゆる長槍の部隊に弱かったというふうに言われてますので、ここはね、そのジンクスに従って槍足軽で敵の騎馬隊を防ぎましょう。で、敵の騎馬隊がひるんだ隙にですね、こちらも騎馬隊を送り込んでいくという作戦ですね。で、弓足軽を出陣させて、小早川勢の抑えの刀侍部隊は、この渡海ポイントの近くで戦わせておいて、いざ小早川勢が攻め寄せてきたら、この渡海ポイントで防ぐということをやっていきますので、渡海ポイント近くで戦わせましょう。これで大体、作戦通りにことが運んでくれるんじゃないかなと思います。それでは、開戦していきます。なんとかね、策を授けてくれた方のためにも、なんとしてもね、ここは勝ちたいと思いますんで、ご期待ください。早速敵が早駆けしてきてますんで、それでこちらも騎馬隊を横から突撃させましょう。で、その間にですね、一旦三成側の本陣の様子を見ましょう。まず三成は山のふもと、完全に下ったところで布陣させます。で、さらに弓足軽は騎馬隊の前、槍足軽はさらにその前に布陣させます。で、弓足軽は山沿いへ。で、こちらの槍足軽は前面へと出していきましょう。これでまた進めていきます。本来はね、リアルタイムに指示を出していきたいんですが、まあ、ちょっと残念ながらそんなに腕が良くなくてですね、ちょっとお恥ずかしいところで一旦止めながら進めてますけども、なんとかね、今回は、それだけ勝ちにこだわってやっていきたいと思います。で、そうこう言ってるうちに敵の刀侍の部隊と、鉄砲侍、
この部隊が本陣に迫ってきてますんで、西軍の主力のところに迫ってきてますんで、これをね、うまく片付けていきたいと思います。で、敵の鉄砲侍が接近してきましたので、この鉄砲侍はですね、もう横合いから一気に騎馬隊で突撃で殲滅しましょう。で、敵の刀侍の部隊が来てますので、ちょっとね、前面へと出していきましょう。で、味方の騎馬隊は一旦温存させます。ここで島津が不戦すると言ってますけども、まあね、三成の本陣をその近くに布陣させてるので、まあ、強引に戦いに参加させるという作戦ですね。で、ここでちょっと戦況を見直しておきたいと思います。まず、三成の本陣の方に攻め寄せてきてる敵の部隊なんですが、これはまだ遠いですね。だいぶ遠くにいます。なので、この弓足軽の部隊をちょっと後方に下げましょう。で、槍足軽を少し前。で、三成は少し下げましょうか。で、肝となるですね、騎馬隊がこのまま行くと、敵の本陣と正面衝突することになるので、それは避けたいので、刀侍の部隊を、もう敵の正面へとぶつけていきましょう。このまま行くと騎馬隊がそのまま敵とぶつかることになってしまうので、一旦ね、騎馬隊は退避させます。で、この一体の騎馬隊だけはこの鉄砲侍を蹴散らしましょう。これでいいですね。始めていきます。
で、ついでなんで、この騎馬隊で、この刀侍たちを蹴散らしましょう。さあ、戦況が刻一刻と変わってますけど、こっちはいわゆる本陣めがけて敵が攻め寄せてきてはいますけど、まだね、十分に守られている感じはしますね。防御モードへと切り替えて防いでいきましょう、敵の攻撃を。そしてここで、秀明が裏切りましたね、いよいよ。ここで小早川勢が裏切りましたので、ここで当初の作戦通り。と思ったけども、早いですね、敵の動きも。この刀侍と、この刀侍でどこまで防げるかだな。ちょっと心もとないですね、数が。防御モードで進行していきましょう。で、残りの騎馬隊は、この弓足軽の部隊を横から迎撃させますか。ちょっと数が少ないですが、これでこの弓足軽の部隊を蹴散らしましょう。で、その間に目指すはここ。家康の本陣です。家康の本陣に突撃させるのはこの2つの騎馬隊にしましょう。もう突撃させても大丈夫だと思います、数的にもね。なので、この1体は後ろから弓足軽を蹴散らしていきます。これで大丈夫かな。かなり慎重に戦ってはいるんですけど、島津がどこまで戦ってくれるかだなぁとは。この弓足軽をもう少し射程が長いところまで出していきましょう。さあ、これで、先へと進めていきます。で、この刀侍をぶつけていきましょう。
小早川勢の進軍が止められない。ただ家康は討ち取れそうですね。そしたら一旦体勢を立て直しましょう。家康を討ち取ったら体勢を立て直します。で、三成の本陣は無事守られて、島津勢が戦いに行ってくれてますね。で、小早川勢は完全に川を渡り切ったので、これをですね、騎馬隊で横から殲滅していきましょう。で、ここは完全に家康を撃破してますんで、これはね、勝機と見て、騎馬隊を後ろに回り込ませて、敵を切り崩していきましょう。でですね、それでもおそらく小早川勢は突破してくるだけの戦力を持ってますので、その小早川勢を迎え撃つために、さらに陣を前へと進めておきましょう。小早川勢が攻めてくる経路は、今小早川勢ここにいるので、そのまま正面を進んでくると思うんですね。なので、その小早川勢に対抗するために陣を少しいじっていきましょうか。これで小早川勢を迎え撃ちましょう。で、さらに今騎馬隊を小早川勢の後ろに回り込ませようとしてますので、小早川勢の後ろへと回り込みます。これは急ぎでやる必要がありますね。で、小早川勢の後ろに回ったら突撃です。突撃陣形へと変えて、一気に敵の後輩を突きましょう。残りの騎馬隊も突撃陣形へと変えて、一気に小早川勢の後ろを突きます。さあ、これで小早川勢を殲滅できるかどうかですね。今、小早川勢に騎馬隊が後ろから突撃を敢行中。ただ、さすが小早川勢の薙刀侍部隊強いそうだな。これは突破されそうですね。ただ、だいぶ戦力は削ったはずなので。残ってる騎馬隊を一旦下げましょう。貴重な戦力になるので、この戦力は守りましょう。さあ、敵の部隊が迫ってきてますんで、騎馬隊は一旦最後のね、突撃決戦兵力として残しておきましょう。
ここで騎馬隊を突撃させましょう。敵の精鋭の薙刀侍の部隊が寄ってきてますんで、これをね、なんとか退けないといけません。最後の決戦兵力のこの少数の騎馬隊ですが、これはね、もう本当に大事なんで、温存しとこうというところで敵を、撃滅したということで勝利になりました。いやー、これは本当に嬉しい。作戦を授けてくれた方、本当にありがとうございました。で、ここからはですね、ここで戦闘を終わらせることもできるんですが、敗走した敵を掃討する、まあ、追撃戦ですね。追撃戦へと移っていきましょう。せっかくなんでね、この勝ち戦の気分を存分に楽しんで終わりたいと思います。さあ、追撃戦だ。追撃戦へと移っていきましょう。さあ、追撃戦へと入っていきます。戦場から敵を掃討していきましょう。温存しといた騎馬隊がここでね、使えますね。敵の追撃戦で。おお、蹴散らしてる蹴散らしてる。いい感じで蹴散らしてますね。さあ、追撃戦だ。足軽部隊じゃちょっと追いつけそうにないな。騎馬隊で敵を追い散らしてますけど、いやー本当に気持ちいい戦いだったな。今まで散々関ヶ原では苦戦してきたので。逃げていく敵の一団を、こう、まさに、追撃戦ですね、これは。蹴散らしていくという。吹っ飛んでるな。残酷なまでに、殺戮を繰り返して、戦の方が、これで完全に終了かな。ここの舞台までは追いつけないでしょう。お、これは追いつくかもしれないな。騎馬隊、残しといてよかった。この斜面はやっぱりちょっと登るの馬でも大変そうですね。ただ、追いついてきた。これね、結構大きな敵の部隊なんで、これはもう一合戦ありそうな感じもしますけど、どうなんだろう。
もう勝敗決してるから、一方的な殺戮になるのかな。おお、すごい勢いで突撃してきてる。完全に一方的な殺戮ですね、これは。追撃戦とはいえ。まあ今まで散々ね、この関ヶ原は苦労してきたんで、まあこれぐらい爽快なことしても罰は当たらんでしょう。お、一部の敵はなんとか逃れられそうですね。はーい。というわけで、これで完全に敵を、戦場から一掃したというところで、関ヶ原の戦い、念願の初勝利、達成することができました。皆さんいかがでしたでしょうか？またね、違うシナリオ、合戦、あるいはキャンペーンモードなんかも、時間があったらやってみたいなとは思いますので、プレイに対するアドバイスや要望、あるいはですね、こんなゲームやってみたらとか、まあそういうのも含めてですね、チャンネルのコメント欄等々で、いただければなというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。